あなたのそういうところ大好きです。でもバカみたいにからかいやすい名前なのに、こいつもまた嫌なやつなんですよ。敵ですから。僕はあなた以外はみんな大嫌いなんですよ。あなただけが好きです。あなた以外どいつもこいつもいなくなってしまえばいいのに。あとは時計塔広場。あそこに引っ張り込みたかったわけではないです。まあまあ、それはちょっと僕、いたぶられることにあまり快感を持てなくて。じゃあ双方合意の上でやめておきましょう。説明の続きを。時計塔広場は中央に位置していて、立場も中立です。どことも争っておらず、勢力争いもしていない場所。害がない限り、よそでの争いにも不干渉。他勢力側も放置しています。ここは誰かの場所というより市街地のど真ん中にあるただの広場です。三勢力のどこの領土にも入っていません。周りの市街地で税金などの徴収は行いますが、誰の支配下というわけでもない。他の市街地と違い、この近辺は誰も治められない。この主は知っていますよね。最初に会ったのは僕ですよ。ユリウス・モンレー、通称は時計屋、時計塔の番人とも呼ばれます。
暗くて口が悪い、すごく嫌なやつです。だって嫌なやつなんですよ。話してそう思いませんでした？ひどい。あ、でもそんなひどいあなたも好きですよ。僕の気を引くためにわざと冷たくしてくれているんでしょ。以上です。今の説明でこの国のことが大体分かったでしょ。よくわからない国だということがわかれば十分ですよ。油断ならないやつばかりです。全員が嫌なやつですから、あなたが僕以外を好きになるような心配だけはなさそうです。でも、あなたが好きにならなくても、相手があなたを好きになるかもしれない。あなたが他のやつにも好かれるのは面白くないな。あなたのことを一番好きなのは僕なの。そんなことないです。みんなあなたを好きになりますよ。僕には止められない。でも僕が一番あなたを好きなんですからね。出かけるのは仕方ないですけど、早く戻ってきてください。これをあげます。
時間帯を自由に変えることができるアイテムです。あると便利ですよ。行ってらっしゃい。